春さん、桜の花が咲いてるよ。ほら、桜の花だよ。桜の花見た？綺麗でしょ。お母さんとひろちゃんこれを見に来てたの。桜の花、うん、少し日向ぼっこしていこうね。綺麗です。今日ちっちゃいかね、風が出て。ラウさん、初めてのお花見だね。頑張ろうね。頑張ってお利口さんだね。動物病院に来ています。頑張ってお利口さんだね。ラウさんです。これから点滴です。点滴します、うん、頑張れ。頑張りますね。お母さんついてきてくれたからね。ラウさん頑張んだよ。うん、ね、お利口さんだね。ラブさん、見える？お母さん見える？これね、うん、見える？お母さんを見てください。何？頑張るんだよ。これから点滴です。少し220g ぐらい痩せた。ラブさん、152だね。ああ、はいはい、これから点滴だから頑張んなさい、ね、待ってなさいね。お母さんね、みんな一生懸命治療してくれてるから頑張んなさい。今日は宇宙ちょっとボケてるようになってるのはいいとは思うんですけどね。ボケてますか？あ、先週に。あの、家で動けてるようになってるんですよね。あ、ボケてる。ボケてる。私先週ボケてたと思った。お腹が誇張症みたいにうさぎさんってなることがあるんですけど、はい、そしたら動けなくなるんで、はい、全くパンパンになるんで。ただ今お腹触った感じはパンパンともないですから。うん、ラブちゃん頑張って。ラブさん、初めての公園だね。出てくる？花見。くんです。ポカポカして気持ちいいね。ラブさん復活？豆苗食べてます。すごいすごい。豆苗3箇所設置したからね。頑張って、うん、食べて食べて、どんどん食べて。今度そっち行ってみる。もうどの豆苗を食べたっていいからね。今度そっち行くのね。食べて。
さん。初めての公園だね。出てくる？花見。くんです。ポカポカして気持ちいいね。頑張ってます。やだ、やめてくれない？元気だった頃はそういう感じだったの。今日の注射3本です。胃腸の動きがね、どうしても悪くなるとですね、はい、あのまあ、うんちの輸送もガスの流れも悪くなりますからね、どうしても。花見しや。お花見だよ、ラブさん。うん。ケロちゃんの書いてあるのと同じ感じのラブさんです。ラブさん。お話ししてんだよ。そしてこっちのラブさん、はあ、まだまだ桜は見ごろ。あ、風が吹いて、あ、すごい綺麗。桜吹雪が舞ってます。わあ、いいでしょ、こういうの桜吹雪って言うんだよ、ラブちゃん。ハラハラ舞って綺麗です。見てる桜。うーん、どうかねって感じ。どうだい桜は、どうだい、ラブさん。どうだいって、どうだいって、うん、人間はね、こういうものを見にね、外にお出かけしたりするのよ。うん、わかる？行ってきたんだよね。うん、うちの周りはいっぱいあるのよ、こういうのがね。いや、でも今散ったのすごく綺麗だった。うん、綺麗だったね。うん、私は楽しませてくれる。まだまだ見頃の桜。あ、うさぎとお花見です。どうしたの？ビデオ撮るとぜいぜい言わないね。ラブちゃん、ね、ビデオ撮るとぜいぜい言わなくなるのよ。困るね。どういう状態か先生に教えなきゃいけないのに。なんで撮ってるとぜいぜい言わないの？あー、お母さんが片付けてるの。ラブちゃん頑張るんだよ。もう危ないかもしれないの。頑張んだよ。ひろちゃんずっとここにいるからね。
ねえ、カメラを回すとさ、今まで上がっていた息がさ、急に穏やかになるってどういうこと？悪かった。もう撮らないよ。はあ、どうしたらいいだろう。ひろちゃん。うん、ごめんね。撮ってるとやめるね。せいぜい言うの。先生に見せんのよ。